どうもねずっちです。モテない男がですね、モテる友人に嫉妬というね、これ海外のニュースなんですけどね、そういうのがありましてね、モテない男がですね、友人が彼女がいてですね、それがすごく羨ましくて、友人の車にマスカラを一本置いたと、そうすれば彼女がね他の女乗せたのと怒り狂うはずだっていうのを写真付きで投稿しましてね SNS にね、そしたらこれがですねものすごい批判にさらされてるとね、最低のやることだとか、だからお前はモテないんだとかね、まあもっともな意見なんですけどね、投稿を見た人も怒ってますからっていう感じですかね。そりゃねそんな投稿を見たらブーブー言いたくなりますよ、車だけにね。そりゃカーッとなりますよ、車だけにね。ちょっとくだらなかったか、まあいいんですけど、まあしかしこのモテない男ですね、だから友人がねもしその本当に修羅場になったらこいつのことを訴えたらいいよね、裁判したらいいですよ。そうすればこのモテない男もね裁判だけに交際には行くんじゃない。ねずっちです。ではまた。